裏世界ラボっていう感じでさ、本当に俺引きこもり時代は最悪の人間だったよ。いや、そこまでじゃ。こじらせてますね。おい、こら。実際ひどかったからね。ほんとこじらせすぎだよね。こんな話聞いてて楽しい？俺の引きこもり時代のことなんて。俺はちょっと身につまされるというか、正直面白いっす。漫画動画にしたいくらい。なんで動画？でもそんなに家の中にいて飽きなかったんすか？ソータだって別に引きこもってて楽しくなかったんだろ？俺はきつかったよ。家の中にいるのもきついし、でも外に出る勇気もないし。翔太くんとこは親御さんが厳しかったからね。そりゃ家の中は辛いよね。連絡くれりゃよかったのに。なんだったら俺バイトしてお前と修二と3人でルームシェアとかでも全然よかったのにさ。ありがとう。すげえ嬉しいけど、やっぱなかなかね。でも本当によくそれだけ長く家にいて心が折れませんでしたね。言い方悪いんですけど、意識して絶対に働かないようにしてますよね。逆にすごいですよ。このままじゃやばいとか思わなかったんすか？思ってたよ。頭のどっかで常に意識はしてた。でもさ、俺は自分に完璧な自信があって、いざとなれば何でもできるって思ってたんだ。だけどもし働き始めて何もできなかったら、実は俺が無能だったら、本当に社会の役立たずだったら、結局のところそれが怖かったんだよね。それにちょうど時代が変わってく最中で、ゲームや漫画からパソコンからスマホ、都合よく時間を潰せるものが山ほどあったんだ。それがまた良くなかったよね。とはいえ何かしようと思ったことがなかったわけじゃないんだけど。2011年冬。おお、すげえ。スマホって画面触ると動くんだ。どういう仕組みになってんだこれ。つーか、めちゃくちゃ見やすいな。画面でっかいのいいわ。最近小さい字を見るの辛くなってきてたからな。やっぱ勉強しすぎは良くないよな。うん、老眼。それにテレビもすげえな。最近のは超薄型で、とっとと帰りゃいいのによ。あのクソ親父。この年に起きた震災の時に、自宅にいた俺は母さんを助けた。父親は俺に感謝し、いざという時に連絡が取れるよう俺にスマホを買った。アナログテレビも終了するということで、ニュースが見られるようテレビも新品になった。とはいえ、スマホや薄型テレビに気持ちが盛り上がったのも一瞬で、震災で心底恐ろしい思いをしたし、さすがの俺も、お、また震災の募金やってる。ファミチキ買うのやめて募金に回すか。ありがとうございました。目につくところに募金箱がある時には少額でも募金をするようにしていた。2011年はほとんど震災のことだけで時間が過ぎていった。そして2012年、もうあれから1年か。ひどい災害だったよな。たくさん家もなくなって、人も死んで、家族全員亡くしちゃった人もいるんだよな。もし今俺が死んだり、逆に親が死んだりしたら、俺はただの何もしてないやつってことで親の中では終わるのか。それはなんか、なんだか。あら、え、どうして？何やってんだよ、とろくせえな。電池は合ってるのに、なんでつかないのかしら。東日本大震災の後、原発を止めた影響で電力が不足し、エリアごとに数時間送電を止めるという計画停電が行われ、俺の住んでいた場所も数時間ずつ電気が止まった。それ以来、ランタンを常備する家が増えたのだが。困ったわ。また停電にでもなったら。考
ちょっと貸せよ。あら、はじめ、帰ってたの？うん。いいわよ、大丈夫、お母さんがやるから。んだよ、上のスイッチ切り替えてねえじゃん。え？これ、電源ボタンの他に上に切り替えがあるから、消すやつとランタンと点滅モード。あら、そうなの、すごい機能があるのね。ただつくだけかと思ってたわ。とに、これだからババアはダメなんだよという言葉は飲み込んだ。普段から母親をバカにしババアと呼び捨ててはいたが、久しぶりに間近でじっくり見た母親は恐ろしいほどに老けていて、文字通りババアで怖くなったのだ。ありがとうね。説明書があったんだけど読めなくて。読めない？あ、まさか認知症？もう年だから仕方ないわね、物が見えづらくって。あ、老眼だったら老眼鏡くらい買えよと思ったのだが、老眼鏡っていくらだ？メガネって確か高いんだよな。俺が子供の頃、クラスのやつがメガネ作って4万円とか言ってた。だから買えないのか？高すぎるから。うん、俺に金があったら。いや、あるにはある。だって毎月小遣いもらってるし。でもその小遣いだって飲み食いすれば終わっちまう。とても4万なんて金出せるわけがない。そう思ったのだが、え、5000円？ネットで調べてみてわかったのだが、最近はメガネが5000円で買える店があるらしい。そしてそういう店は2001年頃から増えてきたのだとか。んだよ、4万いらねえじゃん。5000円ならすぐ買えるだろうに。うちの親情弱だから知らねえんだよな。とに、知識欲がない人間はこれだから。しかし5000円か、そのくらいなら俺の小遣いでも買うこともできる。でもパズドラのガチャも引きたいしな。スマホを手に入れた俺はパズドラにすっかりハマっていた。無課金で始めたパズドラだが、しかし、ほら、やっぱりまた新しいガチャ来てる。これは引かねえ手はないよな。ネットゲームで課金すればするほど強くなれることを知っていた俺は、このガチャが心底魅力的だった。でも老眼鏡、手元には今月の小遣いの残り6000円がある。これを使えば老眼鏡は買えるのだが、その分ガチャは引けなくなる。くそ。でもこのガチャは限定だし。だいたいあの歳で老眼鏡くらい買えねえのが悪いし、5000円で買えることも知らないのが悪い。全部自業自得だろうか。とはいうものの、くそ。なんだこの罪悪感。胸の奥にもやーっとしたものがあった。薄暗い部屋の中、説明書も読めずにランタンがつけられない母親の姿が頭から離れないのだ。俺にとって5000円は重要だ。俺は収入源が親からもらう小遣いだけで、俺としては全く足りてるとは言えない。だから気軽にこれで老眼鏡買ってこいよと渡すこともできない。バイト、夜コンビニで5時間働けばそれだけで5000円。一瞬気持ちが揺れた。しかし、いや、冗談じゃない。コンビニなんて最低限の仕事じゃねえか。それに仕事は多いし、夜は客もろくなの来ねえし、それでいて手は抜けねえし、めっちゃきついって散々ネットに書いてあったぞ。時給に騙されてたまるか。こんなところで働くのは情弱だけだ。ん？おい、ババア、ババア、どこだ？老眼鏡買ってきてやったぞ。俺は意気揚々と家に帰った。なんと、100円均一で老眼鏡が売っていたのだ。100円なら最初から悩む必要なかったじゃねえか。ガチャに課金しつつ、ファミチキも買いつつ、
老眼鏡も買える。俺天才。しかし。うるさい、大声を出すな。なんだよ老眼鏡。はじめ、お前昼間ずっと一緒にいるのに何も気づかなかったのか。え、今日母さんが買い物帰りに自転車にぶつかって派手に転んだから救急車で病院に行ったんだ。救急車？怪我は大したことなかったが、様子見で一晩入院してる。それより母さんは白内障がかなり進んでて、それで物が見えづらかったらしい。だから近いうちに手術する。え、だってそれは老眼。老眼なんてもう20年前からだろうが。うん、目がおかしいから病院に行けと何度も言ったのに。なのに母さんはお前が心配だからと。情けない。何のために俺は子供を育ててきたんだ。なんだよふざけんなよ。何のためって、育てるのが親の義務だからだろう。思い通りに育たなかったからって八つ当たりしてんじゃねえよ。俺の人生潰したのはてめえらだろ、クソ親が。この時俺は43歳。ここからさらに10年近く俺は家に引きこもり続けることになる。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。